キルヒャルトは、ドイツビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す、町村。キルヒャルトは、ハイルブロン郡北西部に位置し、シュトットガルト大都市圏周辺部に含まれる。キルヒャルトに隣接する、市町村は、北から時計回りに、バート・ラッペナウ、マッセンバッハハウゼン、ゲンミンゲン、エッピンゲン、イットリンゲン及びジンスハイムである。キルヒャルトは、バート・ラッペナウ及び、 ジーゲルスバッハと行政共同体を形成している。キルヒャルトには、キルヒャルト地区のほかベルバン原地区、ボックシャフト地区からなる。キルヒャルト全体の人口は約5500人であるが、このうち3700人が、キルヒャルト地区に1400人が、ベルバン原地区に400人が、ボックシャフト地区に住んでいる。キルヒャルトで最古の人の痕跡は、 青銅器時代に遡る。現在のキルヒャルトの長域に最初に人が定住し始めたのは紀元前6世紀のケルト人の時代である。ローマ人は紀元90年から260年にキビタス・アリソンシスに様々な構造物、ネッカオーデン・バルト、リーメスへの平坦線である道路や建物を建設した。 その中には1832年に現在の長域内のハフテンバルトで発掘されたビラルスティカが含まれる。また、シュネッケンベルクの農場跡もこの時代のものである。主要なローマ街道が現在のベルバン原地区を通っており、いわゆるジュピター柱が発掘されている。260年頃、ラインウガン地区からローマ人が撤退するとアレマン人が進出し、 ローマ時代の建築は荒廃していった。キルヒャルトとその地区は、他のビュルテンベルク北部やバーデン北部の町と同様、ロルシュ文書中に初めて、その名が記録されている。修道所エギルラートが、B 社キリーハートの農場とそれに付随する自由地を791年に、ロルシュ修道院に譲渡したという記録である。この村の名前は、もともと農場の名前で、おそらく、 森の境界、または境界所有地の森といった意味であろうと言われてきたが、赤飛びの住む森という意味であるとの推測もなされている。ロルシュ文書には、現在のベルバン原地区についても793年のボックシャフト地区も829年の譲と証明書に、それぞれ最初の記録が残されている。この地名につけられた B 社という故障は、キルヒャルトが これらの入植地の最初に形成されたことを示している。当時のキルヒャルトの集落の中心地は、かつてのベルバンゲンとの境界のすぐ北側にあり、キルヒャルトから南のベルバンゲン地区へ、さらにはビルケンバッハ川沿いにリーヒエンへと徐々に向かって、入植地が広がっていったものと推測されている。中世初期には、ホヘシュトラーセと呼ばれる。 ハイルブロンとハイデルベルクを結ぶ道路が通っていた。このうち、ハイルブロンからジンスハイムまでは、おおむね現在の連邦道 B39 号線と同じ工程をたどっていたが、キルヒャルトは、この歴史的な街道から少し離れた暗い日顔の丘陵地周辺部に位置しており、農地や牧草地、多くの木の森が広がっていた。農業を、もっぱらとした住民たちは、何、世紀もの間、 畑を耕し、豚を飼育していた。養豚業で重要な資料がどんぐりであった。このため、1769年に採択された、キルヒャルトの文章には、歌詞の実が描かれているのである。この町の名前は、13世紀から16世紀までは、カーチャート、17世紀から18世紀には、カーハートと変わったが、19世紀の初めに、カーカハートで定着した。 キルヒャルトの土地大帳中に城についての記述がある。セシュフォードとしてのバーホフとバーガートンの工作地が、それである。ここでユーブルグは、12世紀に存在し、この周辺の村を治めた領主の城である、シュタインスベルク城を指すと考えて、ほぼ間違いない。シュタインスベルク家が断絶した後、この地は、エッティンゲン家に移り、さらに1308年頃からは、 ライン急中白化に移った。これによりキルヒャルトは、14世紀には、プファルツ家の所領となり、1803年に、プファルツ選定校が廃止されるまで、その所領に留まった。最初は、アムトシュタイン・ソベルク管轄下、1521年からは、オーバーアムト・モスバッハのヒルスバッハワイン管理局の、管轄下に置かれた。果実及びワインの10分の1税調集権など、 教会関係の権利はドイツ騎士団に属したが、1556年にプファルツ選定公領で宗教改革がなされた後は、その影響力は減退した。プファルツ選定公領時代のこの村は、ヒルスバッハワイン管理局から派遣された村長によって運営され、一定の自治権を行使していた。この他に村の裁判所には、12人、30年戦争後には、 8から9人の藩事がいた。キルヒャルトで最初の役場は1570年頃に建設された。この村の領域は中世には柵で囲まれており、自由民や半自由民の自分の土地、相続可能な土地として農民に工作を一択している領主の土地に分類された。こうした相続報道は分割や縮小が許されていなかったが、 交換による頻繁な管轄地の変更や、クンケル霊園として授けられた報道によって、数多くの生じ主が発生した。これに対して、農民自身の土地は分割相続により、土地の分割が進行し、所有関係は複雑なものになっていった。その上、もともとはゆったりと作られていた柵内の入植地は、人口増加により過密になっていき、農場だったあたりは、 現在の本通り沿いから教会付近で東に膨らんだ窮屈な街道町になっていった。1496年に最初の記録が残るこの教会は村を三つに分割した。教会の北からグロムバッハ門までのオーバードルフ、教会の東側一帯のミッテルドルフ、教会の南からベルバンゲン門までのウンタードルフである。もともと村には わらぶき屋根の木造建築が主であった。1531年に、プファルツ選定工業に出された法令により、家屋、家畜小屋や倉庫は、これ以後、石の基礎の上に建てることが定められ、1700年の法令によりわらぶき屋根は瓦屋根に吹き替えられた。30年戦争以後は、それによる荒廃に加え、ペストにも周辺全域が苦しめられ、キルヒルトの人口は、 約80人にまで減少した。その後、1686年に約280人、1746年に420人、1774年には509人と回復していった。1701年には、教会と司祭館の壊滅的な状態がきっかけとなり、十分の一税を受け取っている、ドイツ騎士団には教会を復興する義務があるのでは、 ないいかという議論が起こった結局、騎士団は、教会の塔の石組部分と司祭官の再建について義務を負うこととなった。18世紀後半に、プファルツ選定校、カールテオドールによって、キルヒャルトを経由する幹線道路が建設された。この道路は、シュタインスフルトから、フュリフェルトへ至る新しい国道であった。ホヘイシュトラーセと呼ばれる旧国道は、 これよりも北側のグロムバッハ付近を通っていた。新国道のこの区間は、現在の連邦道 B39 号線になっている。1800年頃に門が廃止され、門による損益の制限が徐々に廃止され、キルヒャルトの交通は強化されていった。プファルツ選定校の終焉後、1802年11月27日付の布告により、キルヒャルトは短期間ではあるが、 新たに創設された雷人間綱領に編入され、1806年からベルバンゲン及びボックシャフトと共にバーデン大公国に移管された。ここではバーデン大公国及び雷人間綱領の別クスアムとジンスハイムの管轄下に置かれた。1813年までは雷人間の大官所、その後はバーデン大公国の大官所、1831年からは 村長が置かれた。村の裁判所の機能は村議会に引き継がれた。1810年頃にはルネサンス様式の村役場は老朽化し、1813年に取り壊されて同じ場所に新しい村役場が建設された。1800年頃、キルヒャルトには約750人の住民がいたが、そのほとんどは農業に従事していた。これに対してベルバンゲンには、 この時代、ほぼ同数の住民がいたが、こちらはすでに工業化されていた。1825年にはキルヒャルトの人口は1030人に達したが、中世の策による境界線は維持されていた。このため、その境愛さや社会問題が深刻な問題となった。こうして、100人以上の住民が1835年から1860年の間に多くはアメリカへ、 移民としして流出した1868年、ハイデルベルクからハイルブロンへの鉄道が建設され、隣接するグロムバッハに駅が設けられた。1876年には、ハイルブロンへの道路が当時の交通事情に合わせて拡張された。1880年にハイルブロン通りに新しい学校が建設された。1885年に最初の経済発展があった。 この地域で栽培したタバコを加工生産するタバコ会社のキルヒャルトへの進出である。キルヒャルトには後に合わせて7つの工場を作られた。これにより1900年頃には約200人の住民が賃金で生計を立てるようになっていた。1914年までにはこれらのタバコ会社だけでなくより大きな企業もいくつかこの農村に進出してきた。 人口は1300人近くにまで増加した。1817年から1925年までの間に、キルヒャルトの企業数は96件から210件に増加した。インフレーションと世界恐慌により、キルヒャルトとその周辺の村は貧困と増加する失業者に悩まされるようになった。これ以後、キルヒャルトでは住民文化が交流し始めた。 1910年にエルゼンツツルンガウ民謡祭が開催され、1920年にはスポーツ競技場がオープンした。1933年にキルヒャルトの人口は1300人、ベルバンゲンは750人、ボックシャフトは130人となった。1936年にはジンスハイムの軍庁所在地への昇格に伴い、キルヒャルト、ベルバンゲン、 ボックシャフトが属すアムツベチルクジンスハイムはジンスハイム軍となった。1946年、人口の1、4にあたる500人以上の放逐ドイツ人を受け入れたことは、さらなる生活環境の悪化と職場不足をもたらした。戦後になっても、農作業は、手作業と家畜の力に頼っていた。1948年の通貨改革以後は、こうした 農作業も機械化されたが、これがさらなる人余りの原因となった。こうした状況の中、町は適切な住宅供給と地元の職場創出に取り組んだ。第一次産業用地が買収され、いくつかの工場が建てられた。キルヒャルトに戦後初めて進出してきた企業は、1948年に進出した玩具メーカーのクレメンスであった。1963年に、 新興住宅地、シュネッケンウェルクが開発され、1965年には、ハフテンバルトの麓にあった、高地、クルツァー税が産業地域に造成された。さらに1966年には2つの新たな、住宅地、ヒンターデン、ドルフゲルテンと、シュタイネッカーが整備された。同じ頃に進められたアウトバーン A6 号、ハイルブロン・マンハイム線の建設、高地整理。 1968年のバーデンビュルテンベルク州の行政改革は経済的なインパクトをもたらした。多くの未舗装の道路がアスファルト舗装され交通網が改善された。1813年に建造された町役場は1967年に道路整備のため取り壊され、新興住宅地のヒンターデン・ドルフ・ゲルテンに新しい役場が建設された。 1968年からは新しい学校の建設も始まり、このため1880年に建てられた古い学校は取り壊された。1970年時点の人口は約1950人であった。市町村再編の時代、1971年7月1日にボックシャフトが9月1日にベルバンゲンがキルヒャルトの地区として合併した。 軍の再編では、1973年1月1日に、ジンスハイム軍が廃止され、キルヒャルトは、ハイルブロン軍に編入され、新たに創設された、フランケン地域連合に組み込まれた。これにより、キルヒャルトは、バーデンの町でありながら、ビュルテンベルクの管轄下に置かれた数少ない町の、一つとなった。1975年1月1日に、バートラッペナウ及び、 ジーゲルスバッハとそれぞれの自治体は独立を保ったまま行政協力を行う行政共同体を創設した。1970年代には公共機関や増加した人口が郊外の新興住宅地に移転したことで町の中心部は空洞化していた。町は1978年からこの中心部を取り壊し再開発を強行しようとしたがこの町は 工業地域に分類されていたため、1978年から80年のバーデンビュルテンベルク州の村落開発計画のプログラムには組み込まれなかった。その後、1984年になって初めて州の都市建設助成プログラムに組み込まれた。1986年1月のバーデンビュルテンベルク州地方自治体開発団体の事業報告は、 キルヒャルトの再開発の対象となる中心部約10ヘクタールの建物96%が建て替えの対象になると記している。これに伴い、この地域の解体再生計画を募集し、これが現在の町の中心部の景観に生かされている。キルヒャルト全体では現在、主工業、生産業、商工業、サービス業を合わせて1500人の雇用がある。 フファルツ選定考領であったキルヒャルトやベルバンゲンでは中世後期16世紀にはすでに宗教改革が行われた。カトリック教会が再び定着するのはかなり後になってのことであった。1701年のカトリック信者は4人だけであったが、1809年には46人に増えている。1811年、キルヒャルトの ハイルブロン通り沿いにカトリック教会が建設された。この教会は1960年頃に取り壊され、バルト通り沿いに宗教改革以前の村の教会の守護聖人に献堂された新しい教会、聖エギニュース教会が建設された。キルヒャルトとベルバンゲンにはそれぞれ個別のプロテスタント教会組織がある。この他にキルヒャルトには記述のカトリック教会、 福音派自由教会がある。こうしたプロテスタント系、カトリック系の教会のほか、1960年代にシリア正教会の信者が多く移住してきて、第三の教会勢力となり、この町に教会堂を建設した。バーデンビュルテンベルク州のシリア正教会は、キルヒャルトに本部を置いている。ユダヤ教のシナゴーグやユダヤ人墓地は、現在のベルバン原地区に存在するのみである。 キルヒャルトには17世紀中頃以降、ユダヤ人はごく稀に住んだことがあるに過ぎない。1825年には9人のユダヤ人がいたが、1875年には1人だけになっていた。キルヒャルトの町役場キルヒャルトの議会は17人の議員からなる。議会ではこれに市長が加わり議長を務める。ボックシャフト地区には議員数4からなる。 地区議会が存在する。図柄銀地に水平に置かれた緑の枝。そこから上向きに緑のドングリ。町の旗は緑白である。キルヒャルトの紋章に描かれたドングリは、おそらく町の名の後半、放牧地の森を意味するハートに由来する。放牧地としての森では、そこに落ちているドングリが家畜の餌として有用であった。この紋章は、 1769年の印象に初めて現れ、1901年に色が定められた。旗は1980年1月31日にハイルブロン軍当局の認可を得た。キルヒャルトには1925年から屋外プールがある。また、1974年には屋内プールも作られた。町の北東部、ケッテントと呼ばれる高地に、 1976年から77年に新しい競技場がアメリカ軍兵士の協力で建設された。2年ごとにボックシャフト地区でキルヒャルトドルフフェスタが開催されている。キルヒャルトはアウトバーン A6 号線及び連邦道 B39 号線のハイルブロン、ジンスハイム間に位置している。最寄りの駅はバート・ラッペナウ、ジンスハイム。 および、エッピンゲンにあり、グロムバッハと、ゲンミンゲンにも停車所がある。ハイルブロンおよび、カールスルーへの支店である、クライヒガウ鉄道もゲンミンゲンを通っている。キルヒャルトおよびその周辺地域の出来事は、日韓紙のクレイチェグオシュティンメおよびラインネッカー、ザイトングに掲載される。キルヒャルトおよびそれに含まれる地区には、あらゆる職種の多くの中小企業が存在している。 ボックシャフト地区には小売店がない。ありがとうございます。